はい、皆さんこんにちは、ジョージルさんです。今日は糸島まで来てます。これからイカメタル、イカのよだきをやっていきたいと思います。はい、船釣りリベンジに来ております。おはようございます、ジョージルさんです。この間は全く投稿できなかったので、今日席ぐらいは釣りたいと思います。はい、ここではまずヒラマサですね。ちょっと波が強いので3時間勝負になると思います。はい、皆さんおはようございます、ジョイゼロさんです。今日もですね、友人の船でのタイ釣り、およびタチウオなどなど、船釣りチャレンジ何回目ですかね、3回目ですかね、4回目ですかねです。過去ですね、まだガラカブしか釣れてないんでですね、今日こそタイ、タチウオ、ハタ、ガラカブ以外の魚を釣ろうと思います。エソは釣ったけど、で魚ですかね。ガラ、うん、あ、ナイスサイズ。ガラ、はい。これ流されとっとか引っかかっとっとか、えらい重い。すみません、根掛かりしとか、そっちに中に引っかかっとっかんしれんです。来たらしいですから。あ、じゃあそれと絡んどっかんしれんですね。俺のえらい右に流されとタイ？あら、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 横ですね。だ、ついてる、ついてる。え、そう。何これ、おお、引く、下に行く、おお、おお、そうですね、負けるときに巻くぐらいで、走ってはいない気がする。よいしょ、おーい、へいへいへい、よいしょ、よいしょ、10巻きぐらいしたところ、上がってこい、おーい、なんか下、そうですね、なんか下に、下に行くな。え下に、下に、これあの赤いランプついとんですか。取れてます。あ、取れてる。オッケーオッケー、おお、なんだろうか、タイじゃなさそうだな。よいしょ、走らない、走らない、叩かないですね。これタチウオだって相当でかいですよ。なんだろう、いやでも結構上でしたよ。あ、ほらほら動いてる、動いてる。生命反応あります。来た来た、タイの腹が高り、タイのスレです。はい、タイの腹にかかっとんです。だけに戦わんかったんだ。おい、まあ
腹でも貴重な一匹。よしよしよし。はい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 。ありがとうございます。やったこれで。これで婚礼の準備は整った、ね。これで結婚式できます。やったー。よいしょ。よいしょ。いい。魚前に出したら言ってかくに。あ、こう。もうちょっと魚こう。こう。こう。あ、硬い。こう。そうそうそう。こっちに平行。はい、来よー。はい。えいっす、やったー。クーラーはこれ、ここで、これでよかったですか。クーラーをよっしゃー。あ、ちょっと、わーお、自分でも撮っとこう、写真。よいしょ、えい、ハガツオポイント。なんか来た。似た感じ。そこでだいぶ上、20巻きぐらいしたんです。こう同じじゃないかな。また態度すれがかりっぽい。だいぶ上でしたよ。もう来た。太刀魚だ。すれがかり。そら、あ、危ない危ない。落としてから写真撮っとかでいいですか。ああ、じゃあこの状態で撮ってもらっていいですか。あ、だいぶおとなしくなった。ああ、しまった。写真撮りよったら寝かかりそう。わあ、もうすれがかり連続だ。はい、というわけで本日の朝行は終わりになります。いや、なんとかですね、はい、釣ることができました。ごめん、場も違います。こちら鯛ですね。天然物です。ちょうどいい大きさ。刺身するとうまいでしょうね。するとこの太刀魚、指3本ぐらいですね。他の方々はもっと釣ってたんですけど、とりあえず僕は今日鯛釣れたので満足です。はい、というわけで本日の動画はこの辺で終了となります。また次の動画でお会いいたしましょう。